伝説の海賊王ゴールディ・ロジャーの残した一つなぎの大秘宝ワンピースをめぐる戦い。幾多の海賊たちが自らの旗を掲げグランドラインにひしめき合っていた。時は今、大海賊時代。この帽子をお前に預ける。きっと返しに来い。立派な海賊になってな。してるわ。あなたも何か食べてく？恥じゃ。俺は海賊王になる男だ。恥じゃ、海賊になろうなんぞ。いや、今日はいい船出日和だな。出たか、金塊の主。相手が悪かったな。10年鍛えた俺の技を見ろ。ゴムゴムのピストル。10人は欲しいな。そして海賊旗。よっしゃー、行くぞー。これは海賊王になる男だー。
誰だお前ら。腹減っちゃってさ。俺はなる。こんにちは。俺はルフィ、海賊王になる男だ。海賊王に富と名声と力の一つなぎの大秘宝。無理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 、絶対無理。海賊王になるって俺が決めたんだから、そのために戦って死ぬなら。考えたこともなかったです。僕にもやれるでしょうか。死ぬ気なら海軍に。ああ、海軍に入ってアルビナ様、ヤルビナだって捕まえてやるんです。クオビー、誰を捕まえるんだって。はっ、俺はなる。私に口答えしようってのかい。私に口答えしようってのかい。海賊狩りのゾロじゃなさそうだね。ゾロ、この海で一番美しいものは誰だい。それはもちろん。誰だこのごっついおばさん。なあ、いっ、海賊王になるって俺が決めたんだから、そのために戦って。一番なんだい。一番いかついクソババアです。
野郎ども